ビットリオ・ベネトは、イタリア海軍のヘリコプター巡洋艦である。ヘリコプター巡洋艦としては、モスクワ級ヘリコプター巡洋艦に次ぐ大型艦であった。そしてその名は、ビットリオ・ベネト級戦艦のネームシップである、ビットリオ・ベネトに次いで2隻目である。イタリア海軍では、1957から1958年度計画において、アンドレア・ドーリア級、 ヘリコプター巡洋艦3隻の建造を計画したものの実際に建造が認められたのは2隻に止められた。このことから本級の建造計画は1959から1960年度計画において策定されたがその設計はたびたび改定された。なお本級も2隻の建造が計画されたものの2番艦イタリアの建造は延期され最終的に軽空母 ジュゼッペガリバルディとなった。ヘリコプター格納庫については、アンドレアドーリア級ヘリコプター巡洋艦では、船体上部構造物の一部を構成していたが、本艦ではヘリコプター艦班の選手側にエレベーターが設けられ、その直下の艦内にヘリコプター格納庫を設けている。格納庫は、長さ27.5メートル幅15.3メートル、搭載定数は、 AB-212SW であれば6機、SH-3C キングであれば4機であるが、実際にはその1.5倍の9機、6機として知られている。ヘリコプター艦艦は長さ40メートル幅18.5メートルを確保した。建造後、1980年から1982年の改修により、テリア対空ミサイルは RIM-67。67 スタンダードに 40mm 機関砲はダルド CIWS にそれぞれ更新され、手セオ対艦ミサイルにより、対水上任務をもこなす艦隊機関として活動した。1997年にはアルバニアの暴動に際して派遣された多国籍軍の機関を務めたが、ブロラ港沖のサスで座礁事故を起こしている。2003年に退役し、これをもって、 EU 諸国の海軍から巡洋艦はすべて姿を消した。AB グローバルセキュリティ。ビットリオ・ベネト、CGH ガイデッドミサイルヘリコプター・クルーザー。2014年5月6日閲ズラン。ベルナール・プリーザリン、ザ・ネーバル・インスティチュート、ガイド・ツー・コンバット・フリーツ・オブ・ザ・ワールド。 1990から1991ネーバルインスティチュートプレスピアニッシモ273から 274ISBN978 から087021205ハットイタリアンズスタックインサンドニューヨークタイムズザニューヨークタイムズオンライン版1997年4月23日付記事ありがとうございます